皆さんこんにちは、ドイちゃんです。久々の外の撮影、最高に気持ちいいんですけど、今回のビデオはですね、ケイデンスの話。皆さんにとって、正しいケイデンス、皆さんのライディングスタイルに合うケイデンスというのはどういうものなのか、高い方がいいのか低い方がいいのか、この辺をですね、実際に僕も検証してどんな変化があるのかやってみつつ、そのケイデンスのからくりについて紐解いていきたいと思います。それでは見ていきましょう。さて、まず最初なんですけど、上りで同じ、2キロぐらいの上りを上るときに、実際僕が90回転で走ったときと、60回転で走ったとき、どんな変化、心拍数とかの変化がですね、あるのか、まず検証しながら、皆さんに、その映像をご覧いただきたいと思います。それでは、行ってみましょう。意外と、90回転で合わせるのが難しいです。気合入りすぎて100回転が散って、現在、もうじき1キロ地点、90回転で回すのはきつい。I am not climb anymore but 楽しいよ。さあ、1キロ過ぎたところで心拍数が165、これはきつい。あと 500m、 2キロって長いな。オルモスオーモスト2キロメーター、2キロ、もう少し。現在心拍数172。ダン。次、2回目。今回は60回転でね、検証していこうかなと思います。回転数が下がることによって、心拍数がどれぐらい変化するのかとか、同じ距離2キロ登ってね、どうなるか、まずはね、検証していきましょう。レッツゴー。なんかさっきよりこっちの方が楽だな。遅筋速筋とかね、持久系の筋肉か、スプリンター系の、短距離系の筋力かでなんか変わってくるような話もあるんで、あとね、200m でこのセッションが終わるということなんで、次のセッションでは、その遅筋速筋と、そのケイデンスの関係性について、皆さんにね、説明していこうかなと。すごく端的になるんですけど、説明していこうかなと思います。あと 100m! 長い！検証が終わったということで、ローケイデンス、ハイケイデンスの、どっちがじゃあ楽なのっていうことなんですけど、どっちが楽っていうのは、言えない感じですね。なぜならですね、人間が持つですね、筋肉の、種類によっては、ローケイデンスが向いてる人と、高いケイデンスがいい人と分かれてくるわけですよ。なぜ分かれるのかっていう話なんですけど、人が持っている筋肉というのは、持久系の筋肉を兼ね備える、遅筋ですね。遅筋がたくさん、備わっている人と、短距離が得意な人。小学校、中学校でも、なんか100メートル走が速い人とかいたじゃないですか。ああいう人が備える、速筋。持久力はあまりないんだけど、一回で大きなパワーを出す、ことができる、速筋タイプの人と分かれます。で、ケイデンスを速く回すためには、パワーというよりも持久力が必要なわけですよ。で、その持久力が、今はね、僕の場合ないということで、ゆっくり回した方が同じスピードなんだけども、楽だったのかなということなんですね。なので皆さんに、アドバイスするとしたら、
まあ、皆さんご覧いただいている皆さんの、まあ、走り方とかタイプとかで、まあ、自分は短距離系、私は長距離系とか、まあ、そういう、まあ、皆さんが兼ね備えているですね、筋肉の種類というのが必ずありますので、それを元にですね、自分はゆっくり回した方が楽なのか、高い経年性で回した方が楽なのか、この辺をですね、見極めてほしいなというふうに思います。なので今後のライドで、そういったことをですね、まあ、確かめていただいて、皆さんに合うですね、経年性を、探していただければいいのかなと思います。ただ皆さんいかがだったでしょうか、今回のね、まあ、経年性の話ね、どっちが、まあ、ハイ経年性、ロー経年性、どっちがいいのかっていう話をね、してきたわけなんですけど、結果ですね、まあまあ、人によって、まあ、ハイ経年性の方がいい人もいれば、ロー経年性がいいっていうことに、まあ、落ち着いたのかな、僕の中では。皆さんいかがだったでしょうかね。この経年性についての話、皆さんの中でも悩みとあると思いますので、ぜひですねコメントで教えていただければと思います。今後もですね、皆さんに合った経年層をですね、まあ、今回のビデオを参考にしながらですね、見つけていってほしいなというふうに思います。今回の動画もですね、参考になったと思っていただけたら、ぜひともスーパーグッドボタン、そして GCN ジャパンのチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。